コロナに負けず学校生活を送る子どもたち。4年生が隣に行くことができます。そんな中奮闘していたのは入り口出口井の口です。授業も遊びも常に全力の新米先生。時にはこんなことも。大変失礼いたしました。このまま寝過ごしてしまった。寝過ごした、はい、なんと大事な遠足で大遅刻。そんな新米先生が受け持つのは28人の子供たち。目指したのはみんなで助け合いながら心を一つにしてソーラン節を踊り切ること。笑いあり涙あり、コロナ禍を全力で乗り越える子どもたちと新米先生の奮闘記です。去年4月、品川区の戸越小学校、コロナ禍で迎えた2度目の入学式です。1年生もちゃんとマスクをつけて立派なもんだ。実はこの学校には1年生がもう一人、大学を卒業したばかり24歳の新米先生。4年1組28人の担任になりました。字綺麗。井の口香と申します。ぜひ休み時間だったり昼休み一緒にできたらなと思います。あとはコロナ禍の生活はこの学年が2年生を終える頃に始まり、一斉休校に分散登校、校外学習の中止なども経験。我慢の日々は2年目を迎え、黙食はもう当たり前の光景に。一方、コロナによって学校のデジタル化は加速。品川区ではタブレットが子どもたち一人一人に貸し出されています。インストールしましょう。ここ押してインストールポチッて。星座が見られるアプリ、タブレットをかざすとその方向にある星座が画面に現れるというもの。なんとは今時、若い野口先生にとっちゃこれはまあ得意の分野でしてね。地球の反対側の方も見えます。思い思いにタブレットをかざして子供たちも興味津々です。先生の仕事は授業だけではありません。課題の丸付けに、保護者への連絡帳も欠かすことができない大事な仕事。字綺麗に書いてくださいよ。字綺麗だもん。踊っているのも子供たちを教えるため、他の先生にチェックしてもらいます。いいな。時には帰りが遅くなり疲れ果てて、こんな日も先生の仕事は大変なんです。6月末、じゃあ立ちましょう。体育の授業、全身を使った表現運動に取り組みます。熱中症対策で運動中はマスクを外せますが、相談する場面では口に手を当てたりマスクをつけたり、コロナを気にしながらの授業。この日のテーマは楽しいパレード。グループごとに考えた動きを披露します。井口先生は懸命に盛り上げますが、コロナの影響もあるのか、全力で楽しむことは難しい様子。4月12日からまん延防止措置と緊急事態宣言が繰り返された1学期、まあ、休校になることはありませんでしたが、楽しみにしていたプールの授業は
2年連続で亡くなりました。結構振り回されてるなっていうのがやっぱ印象ですね。かわいそうだなって思いますね。やっぱりやらせてあげたいし。8月にピークを迎えた第5波、その影響が続く中始まった2学期、職員室のホワイトボードに並ぶのは停の文字、出席停止を意味します。もし校内で感染が広がれば学級閉鎖になってしまう。この日、子どもたちがいない教室で行われたのは試験的なリモート授業、自然災害について学びます。マイクオンにして発表してください。あのカメラもオンにして。はい、はい、津波です。津波。授業の前にはこんな場面も。はい、エカタさんが電池切れたらしいです。あ、じゃあそれはもうつなぎ直してもう一回入ってくださいと。皆さん充電はちゃんとしときましょうね。充電ね、一筋縄ではいかないようです。幸い第5波は収まり、秋の一大イベント運動会は規模を縮小しながらも行われることに。4年生の出し物はソーラン節に決まりました。しかし飛沫対策で掛け声は自粛です。本当はどっこいしょどっこいしょとかね言うんですよ。だからそれが声が出せないっていうのがちょっと残念なところですね。掛け声の代わりに使うのは鳴子。しかしこの鳴子について井口先生にはある考えがありました。個人的にまだ先生がクリアしてない人には鳴子はあげれませんので、はい、おめでとう。あえて厳しくしたのは友達同士助け合って乗り越えてほしいという思いからでした。ペンパゆっくりでゆっくりペン。覚えられていない子にはとことん付き合う井口先生、マンツーマンで指導に当たります。ちょっと踏ん張りなさい。運動会まで10日、全員の合格まであと一歩のところです。ちょっとまだ足が覚えてないところがあるんで信じるしかないみんなで一つのことに取り組むことができなくなったコロナ禍、全員でソーラン節が踊れるようになることで子供たちの心を一つにしようと考えていました。鳴子をまだ手にしていない子は休み時間も削って練習に励みます。その努力を井口先生は見ていました。いいでしょう。見事合格。誰かに喜びを伝えようと駆け出したものの、ふと足を止め何か思い直した様子。この川崎さんだけなので、だから川崎さんに応援したいと思います。気になっているのはまだ鳴子がもらえていない友達のこと。その日の放課後、最後の一人のテストが始まります。見守るのはすでに合格していたクラスメートたち。じゃあそこで家で練習してくること。練習してください。川崎さんもできて嬉
嬉しかったです。よかったね。浅田さんずっと応援してくれた。一人より心強かった。これでクラス全員が鳴子を手にすることができました。そして迎えた運動会。井口先生の太鼓に合わせて元気よく駆け出した4年生。ソーラン節に合わせて鳴子の音が響きます。一人も欠けることなく踊り切った運動会。みんなが一つになった瞬間でした。子どもたちが支え合ったりとかアドバイスする姿とか見れ垣間見れたんで、まあ、そこはすごく僕自身もあ良かったなって思うのと、一緒に一団結してやって達成感を味わうっていうのは多分一回もなかったので、今まで1年間の中での一番の思い出あるのかなとは思います。11月、都内の感染者数は大幅に減り一桁になる日も。校外学習にも出られるようになりました。子どもたちにとってはおよそ2年ぶりです。見てください、これがレインボーブリッジ798メートル。訪れたのはフライ体験型の英語学習施設です。喜びとかすごい体で表現してるのを見て、あ、なんかすごい僕は嬉しいですけど。楽しそうな子どもたちの姿に井口先生も満足げ。しかし、実はこの朝大きな失敗をしていました。戸越小に着いた。え、ああ、じゃああと4分だけど待てるかな。まさかの大遅刻。すみません。みんなに一言、はい、一言も。おはようございます。おはようございます。大変失礼いたしました。はい、まあ話はまた後で。あの電車に乗って一安心してしまって、うん、そのまま寝過ごしてしまって。寝過ごした。はい。まあ本人が一番反省してるんでしょう。教員っていうのはね、何かあっても切り替えが大切で笑顔が大切だから。ほら、そんな顔しないで、笑顔笑顔笑顔。2学期後半になると感染状況は落ち着き、子どもたちは本来の学校生活を取り戻しつつありました。すると4年生が泊まりに行くことができます。みんな大はしゃぎ、初めての宿泊学習が行われることに。しかしここにもコロナの影響が。コロナ禍の学校生活を共に過ごしてきた新米の井口先生と4年1組の子供たち。3学期が始まると、おはようございます、戸越小学校副校長川田です。わかりました、お体大事にしてください。昨日本人発熱、今日 PCR を受けます。オミクロン株が急拡大し、2月には都内で1日の感染者が2万人を超えました。校内感染はないものの、戸越小学校でも欠席者が1日に50人に上る日も。そして、はい、じゃあ座って。皆さんが楽しみにしていた宿泊体験学習なんですけども、どうしても中止せざるを得なくなりました。わかるね。井口先生が慰めようと試みますが、ショックは隠しきれません。最後の大イベントがなくなった4年1組に、クラスの最後の思い出作りにと寝る間も惜しんで自宅で作業をする井口先生。子供たちの動画を編集していました。3月25日、新学期にはクラス替えが控える4年1組にとって、このメンバーで過ごす最後の一日。
皆様に先生からのプレゼントが一つあります。アイスクリームですか？キャンディーです。井ノ口先生が2ヶ月かけて編集してきた動画を子供たちは食い入るように見つめます。さらに、じゃあ、先生の手紙を書いたので、じゃあ、いくよ。心に刻んでください、はい。4年1組の皆さん、1年間ありがとうございました。みんなと頑張った運動会、苦しい中でみんなが頑張ってる姿が僕の中では一番嬉しく、そして何よりも成長になったなと思います。やばい。4年1組が本当に良かったと思う。込み上げる思いに途中から言葉にならない井ノ口先生。子供たちからはくす玉のプレゼントが。すごい、すごいけど、ごめん、壊しちゃった、ちょっと。一年間本当にありがとうございました。先生また泣いちゃった。クラスが変わってもみんな助け合って頑張るんだぞ。